はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第10弾お送りします。で、前回ね、最後にも少し話をしましたが、今回は How です。 How を使った熟語特集といっても午後なんですけど、まあこれやっていきますので、まずね、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。よし、じゃあまず1番からいきましょう。で、1つ目、まあ How long で、 How だけでもちろん疑問詞として使うこともありますが、まあこうやってね、何かと組み合わせて使うことがすごく多いので、まあ一個一個確認していきましょう。で、 How long ほにゃららというね、質問をしたときには、まあ How っていうのはこのね、どのくらいっていうのがすごい出てきます。で、まず How long もどのくらいっていう訳し方もできるんですけど、覚えちゃうんだったら、まあ long って長さをね、表す言葉なので、はどのくらい長くほにゃららみたいな感じで覚えておくといいです。で、なんでかっていうと、どのくらいの中でも How long は時間とか期間を聞くときに使うのが How long なんです。どのくらい勉強したの？え、3時間だよとか、どのくらいどこどこに行くの？あ、2週間だよみたいな、それが How long です。どのくらい長くっていう。で、次が How often ですね。 How often で、これもどのくらいなんです。もうね、英語苦手な方からしたらもう何言っとんじゃって話だと思うんですけど、How often もどのくらいで、これはどのくらいの中でも頻度を聞くときに使います。つまり、どのくらいの回数やるのみたいな感じ、どのくらい頻繁にやるのっていう。例えば、あなたは1週間にサッカー何回ぐらいやるのみたいな、まあ1週間で3回ぐらいかなみたいな、まあ、どのくらいやるのっていう、そういったときを聞くときに How often を使います。これは2つ目のどのくらいですね。で、次が How about ですね。 How about ほにゃららです。で、ここはどのくらいから離れるんですが、で、これはですね、一応、まあ、これもやるとこうかな。ほにゃらら、するの、基本的には、ほにゃららはどうですかって覚えてもらえれば大丈夫です。ほにゃららはどうですかっていう。で、まあ、同じやつに、例えば、what about、ここ what にしても OK です。what about とか、why don't you とか、ほにゃららとか、言い換えは結構あるんですけど、例えば、よくね、出てくるのが、How about you? です。だから直訳すると、You、あなたですよね。あなたはどうですか？例えば、どこどこ行こうよ、みたいな話をしてるときに、あなたはどう？みたいな。聞くときに使います。How about you? みたいな。ときに使ったりする。これはもう、なんだろう、塊で出てきたりしますね。How about you は。まあ、こんな感じ。まあ、ほにゃららはどうですかという意味になります。で、次が How far ですね。How far ほにゃらら。さあ、来ました。もう一個。どのくらい。どのくらいほにゃらら。で、これはですね、どのくらいの中でも距離です。どのくらいの距離って、どのくらい離れてるのみたいなことを聞きたいときに使います。これが How far。ね。まあ、ややこしいですけど、まあ、分けてぜひね、覚えてください。で、ラストはですね、ちょっと特殊です。基本的に、こっちっていうのは、まあ、最初ね、文の頭で使うことが多いんで、まあ、H が大文字こうやってなってるんですけど、これは H が大文字になってないです。基本的に文の途中で使うんですが、How to ほにゃららです。How to ほにゃらら。で、これが、ほにゃららの仕方とか、ほにゃならする方法、っていう意味です。確か中3かな？習うとしたら。なんですけど、これ覚えておくと非常に便利です。特に、模試とか、まあ、受験とか、で、英作文、自分で英文の作る、5文以上作りなさいみたいな、時に結構役立ちます。例えば、まあ、メーカーケークでいいかな。これ入ってるかな、ギリか、まあ、How to make a cake、 これ to の後、ここは動詞の原型が来るんですが、 make 作るじゃないですか。だから作る方法とか、まあ、作り方、まあ、作り方なんですけど、
ケーク、ケーキね。あ、ケーキね。How to make a cake で、ケーキの作り方みたいな。まあ、ケーキを作る方法って訳しても構わないですけど、こういうふうに使うことができます。だから、例えば、まあ、なんだろうな、そう、英作文出てきた時に、誰がどこどこ行った思い出を書きなさいとか、出てきたら、じゃあ、誰々にホニャララの方法を教えてもらいましたとか、っていう書くこともできるので、うん、まあ、how to を使うことで、しかも、しっかりした英文に見えるんですよね。それを、あ、ちゃんと how to 使えてんじゃん、みたいな。で、かなり使いやすいので、これ。うん、ぜひ、覚えておいてください。あ、で、それ、一個言わせました。ごめん。how about? ありますよね。これ、about の後ろに ing で動名詞持ってくることができます。あの、動詞に ing つけたやつです。そうすると、その動詞を使って、ほにゃららすることはどうですかって聞くことができます。how about ing でね。個人的には、この how about、まあ、how about you みたいな感じで使う方がね、多いかなとは思うんですけど、あ、覚えておいて、損はないですので、how about ing という使い方もあることもね、ぜひ覚えておいてください。はい。では、今回はこんな感じでね、まあ、ハウ特集って言うほどあれなんですけど、で、ちなみに、まあ、ハウマッチとか、ハウメニー、まあ、ハウメニーは、あの、数を聞く。例えば、ハウメニーホニャララだったら、どのくらいの数を聞くとき。で、ハウマッチは、お金です。いくらっていうのを聞くのが有名なんですよね。で、もしかしたら、あれ、それないのかよ、と思った方もね、いるかもしれないんですが、あの、その二つは、英単語シリーズで、第15かな。で、そこで紹介したんですよ。なので、まあ、そこと被らないのと思ってね、あ、待って。今回ね、この5つを取り上げさせていただきました。で、熟語シリーズはね、もうちょっと続きますので、もしよかったら次回の方もね、ぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。